今回の雑学はこちら。マラソン中にお話しした選手は存在するのかと、ってことです。2時間から3時間も走り続けるマラソン。走る間に水分補給を大量に補給するから、途中、おしっこに行きたくならないのかということです。マラソンランナーは、長距離を走っている間に体重の 5% 近く減ってしまうと。その大半は水分となって、体外に流れ出る。なので、尿意を感じる余裕などない。尿よりも便意の方が十分にありうると。マラソンは全身の上下運動なので、胃腸が揺られる状態になると。なので、腹痛になるし、実際にトイレに駆け込んだ選手もいると。